して一番最初に前説でも登場しましたけれども、ノナです。今日はミラージュ&ミラクルアイドルフェスタなんですけれども、なんかアイドルじゃないやつが一人いるぞと、写真にも前々の写真載ってなかったやつが一人いるぞと思う方もいらっしゃるかもしれないんですが、僕に15分20分ほどお時間をください。よろしくお願いします。で、皆さんと PR 番組めっちゃ盛り上がったじゃないですか。なので、まあ、物販行っちゃう方もいると思うんですけれども、僕にも少しお付き合いください。1曲目、みんなで盛り上がれる曲、99、早いです、なんすか。ありがとうございます、ありがとうございます。時間ちょっと押しみたいなんで、僕はちゃっちゃと僕で巻いていきたいと思います。この曲、サビで僕はんなことって言ったらないないって返してほしいんですね。説明はしょりますよ。んなことって言ったらないないですよ。いきますよ。タイミングとしてはんなことないな。おお、結構わかってるぞ、結構わかってるぞ。多分そちらの初めて見る方もんなことないないな、なんでもしよかったら付き合ってください。じゃあ行ってみたいと思います。ノナ駆け足でいきますよ。 OK、 今日こんな格好してますけれども、ノナです、よろしくお願いします。レッツゴー。できない、100に届く日までなこと
ですね、言いたいことがたくさんあったんですけれども、何だったっけな。まずは今日このサマーナイトゆういちにお越しいただきありがとうございます。全然ナイトじゃないじゃん、全然ナイトじゃないじゃんってね。このイベント夜からが本番なんですよ。夜からが本番、夜から、今そう、今いる人にとっては今も本番かもしれないですけど、夜も本番、夜も本番。素敵なゲストさんたちいらっしゃいますんで、ぜひぜひ、これが終わった後もね、サマーナイト遊園地楽しんでいってください。で、お店も出てます。飲み物、唐揚げ、そしてアニメイトさんがペンライトとかも売ってらっしゃいます。なのでこれからもうアイドルさんたちめちゃくちゃ出てくるじゃないですか。もし今日やべえ、今日朝早くから行かなきゃいけないから忘れたっていう人、買ってきたらどうですか。てかまあこんな明るい時間かぶっても見えないかもしれないですけど、もしよかったらお店も出てますので、ぜひぜひ、お立ち寄りください。そしてですね、おありがとうございます。そしてですね、このサマーナイト遊園地の CM、 YouTube とか、 YouTube じゃない、 Twitter とかでご案内した方いらっしゃいます？おお、実はそこで僕の曲は使っ、ありがたいことに使っていただいてるんですね。で、その曲を今披露したいと思います。タイトルはラブをたくさん。来てやラブをたくさんって2つの意味があって、ラブをたくさん、そして皆さん、ラブをたくさん、2つの意味があります。そんな曲聴いてください。ラブをたくさん、レッツゴー。でもバレているかは早いです購入的可能性の世界をたたまんスマホ通知で腕が偶然あっても知らないふりごめんさいごめんただメンバーサボって現場はメンバーいつものメンバー僕のセンター今日も敵は合わせてくれませんかというわけでツイートサイド。Oh, nice.
い、ありがとうございます。で、自分は短いもん月が最後の曲になるんですけれども、くそ嘘つきばっかりだけど嬉しいじゃないか。ありがとうございます、ありがとうございます。で、今 TR さんも物販されてるんですけど、一応僕も今日物販あるんですけれども、でも正直野田の物販なんて誰も並ばないかなと思って、どうしようかなと思ってるんですけど、物販並んでくれる方いらっしゃいます？若干名か。もし僕は物販並ぶのとスイートサイドの音響するんだったらどっちに行ってほしいですか？音響は多い。じゃあ音響にしようかな。物販行きますわ。石川 P から物販行ってもいいっていう指示が出たんで、この後雪目ひなちゃんとかスイートサイド出てくるんですけれども、またみんなで盛り上がってください。もちろん僕より盛り上がるなんて全然分かってるんですけど、ぜひぜひ盛り上がってください。そしてこの200アイドルフェスタも、ずっと夕方近くまで続きますんで、ぜひ熱中症にならないように、今日めちゃくちゃ暑いんでステージは陰なっていいんですけれども、めちゃくちゃ暑いんで、熱中症にならないようにだけ気をつけて、楽しんでください。じゃあ最後の曲行ってみたいと思います。で、最後の曲も実はこのイベントのためにソ CM として使われてまして、で最後その曲をやっておしまいにしたいなと思います。とっても盛り上がれる曲であろうと思うので、最後の曲行ってみたいと思います。10という曲です。はい、光目指して終わりの先で鳴り止まない歓声、いがき
ございました。ノアでした。